アイテム番号 SCP-70JP オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-70JP は常時施錠して封鎖してください。SCP-70JP に隣接する部屋には、財団職員が複数人居住し、いかなる時間帯でも最低1人は室内に滞在してください。SCP-70JP を解放して SCP-70JP-1 に侵入する場合は、レベル3以上の職員の許可を得てください。SCP-70JP-1 内部の調査を目的とする場合は、3分以内に SCP-70JP を通じて退出してください。SCP-70JP-2 との接触を目的とする場合は、通信機器や位置追跡装置など、適切な装備をした B クラス職員を侵入させ、侵入後は SCP-70JP を施錠してください。複数人からなるチームでの侵入を行う場合は、レベル4以上の職員3人の許可を得てください。説明、SCP-70JP は、県、市内の集合住宅に存在する、号室の床下に入るためのメンテナンスハッチです。SCP-70JP 内に侵入すると、SCP-70JP-1 と指定される廃墟に移動します。SCP-70JP-1 内部は一見すると木造ですが、屋内の家具やガラス窓も含めて、内装や壁面を破壊する方法は現在発見できていません。SCP-70JP-1 におよそ5分以上滞在すると、SCP-70JP-2 と指定される存在が出現します。SCP-70JP-2 は複数人の男女の歌声と共に出現し、SCP-70JP-1 内の人間を襲撃します。SCP-70JP-2 を撮影する試みは全て失敗しており、その外見については、犬じゃない、大きい、犬に似ている、という感想しか判明していません。B クラス職員に持たせた追跡装置から、SCP-70JP-1 は、県、市郊外に位置する犬専門大型ペットショップの跡地、211、2等産、財団所有の不動産会社が、現在の所有者です。であることが判明しました。しかし、ペットショップ跡地に人員を配置しても、SCP-70JP から SCP-70JP-1 に侵入した職員を発見することができないため、SCP-70JP-1 はペットショップ跡地と同じ間取りの異空間だと考えられています。また、SCP-70JP-2 が出現すると、SCP-70JP が開かなくなります。SCP-70JP と SCP-70JP-1 の関連性については、犬専門大型ペットショップを経営していた男性が SCP-70JP から床下に入れるであろう部屋に居住していたこと以外、一切不明です。なお、元所有者の男性についてはペットショップの倒産後、編集済み、となっており、SCP-70JP との関連は低いと考えられています。ほい。探査ログ 70JP。BB1。対象 SCP-70JP-1。探査者 B。32414。よし。中に入った。どこだろうな。ここは。見えるものを説明しろ。だったな。まず俺が出てきたのは店みたいなところだ。カウンターの裏側の、小さな扉から出てきた。店の中には棚と、檻がいくつか並んでる。棚は大体割れてるし、檻も蓋が開いてるな。僕らは、犬だぞ、元気だぞ、寒さになんか、負けないぞ。正面にはドアがあって、右手の方に窓がある。窓に近づく。窓の外は、結構な田舎だな。店の隣には草ぼうぼうの庭と畑があって、道路が見える。片側一車線だ。あと、看板かな。店の敷地にポールが立ってる。僕らは、犬だぞ、元気だぞ、お腹が減っても、負けないぞ。かなり錆と汚れがついていて読みにくいが、ワンワンランド、って書いてあるな。全部ひらがなだ。あとは、空が晴れてるぐらいしか見えない。先生、今気がついたが、俺が出てきたカウンターの横の方に階段があった。どうやら2階があるらしい。僕らは、犬だぞ、元気だぞ、人体切れても、頑張るぞ。階段は、埃が積もってるけどそこまで古くはなさそうだ。ランランラン、ランランラン、ランランラララン、ランランラン。うん、いけるいける。上の階に上がってみる。僕らは、犬だぞ、元気だぞ、水の中でも、元気だぞ。もうすぐ踊り場だ。やっぱり意外と頑丈な階段だ。ランランラン、ランランラン、ランランラララン、ランランラン。なんだ？僕らは、犬だぞ、元気だぞ、両手がいらない、犬だもの。何かいる。何か2階にいる。ランランラン、ランランラン、ランランラララン、ランランラン。あまりよく見えなかったけど、犬みたいだ。僕らは、犬だぞ、元気だぞ、一日ならばに、監視中。わかった。もう一度見てみる。じっとしてる。ランランラン、ランランラン、ランランラララン、ランランラン。動いた。僕らは、犬だぞ、元気だぞ、寂しくないぞ、みんな犬。ああ、早い。あいつ犬じゃねえ。犬なんかじゃねえ。ランランラン、ランランラン、ランランラララン、ランランラン。おい、開けてくれ。来る。早く開けてくれ。削除済み。開けろ。この時点で、SCP-70JP の前に待機していた職員が D32414 の救出を試みたが、SCP-70JP を開くことはできなかった。僕らは、犬だぞ、元気だぞ、お腹が減っても、負けないぞ。ああ、いる。開けてくれ。後ろに、開けて。ランランラン、ランランラン、ランランラララン、ランランラン。27秒間沈黙。ランランラン、ランランラン、ランランラララン、ランラン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 ラララン、ランラン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 ラララン、ランランラン。補足以下、通信機のバッテリーが切れたと思われる4時間後まで、D32414 は、111というフレーズを繰り返していた。追跡装置の情報から、D32414 は、県、市郊外の犬専門大型ペットショップ跡地に移動したことが判明した。探査ログ 70JP、BB、対象 SCP-70JP-1 探査者 D42671 探査全情報 SCP-70JP-1 と関係があると推測される。県、市郊外の犬専門大型ペットショップ跡地に武装した職員4名をあらかじめ配置した。中に入った。映ってる？ランランラン、ランランラン、ランランラララン、ランランラン。はい、カウンターの内側に出てきました。中波。ペットショップだったのかな？左の壁に棚が並んでいる。僕らは、犬だぞ、元気だぞ、泥棒猫は、どこにいる？窓、あるけど、妖怪、近づいてみます。ランランラン、ランランラン、ランランラララン、ランランラン。はい、外の景色です。かなりの田舎だな。鍵は、錆びてるのか、動きません。僕らは、犬だぞ、元気だぞ、ランランランとは、僕の家。あれは看板かな？ワンワンランド。これで、映ってるかな？ランランラン、ランランラン、ランランラララン、ランランラン。ん？僕らは、犬だぞ、元気だぞ、犬じゃないぞ、僕たちは。今、音がしたような。ランランラン、ランランラン、ランランラララン、ランランラン。あ、2階あるんだ。上に上がってみる。僕らは、犬だぞ、元気だぞ、ご飯がいらない、犬だもの。一回の調査が済んでから、まあ、いいけど。ランランラン、ランランラン、ランランラララン、ランランラン。じゃあ、次は檻を移します。どれも全部空で、蓋も開いてます。僕らは、犬だぞ、元気だぞ、元気じゃなくても、元気だぞ。うん、少しだけ犬の匂いが残ってる気がします。ランランラン、ランランラン、ランランラララン、ランランラン。ここの棚はペットフードを並べてたんでしょうね。そして玄関のドアは、鍵がかかってるのかな？開かない。僕らは、犬だぞ、元気だぞ、僕たち一緒だ、ここにいる。この時点よりカメラからの映像は画面に向けて手を振る犬のアニメーションに変化した。何あれ？僕らは犬だぞ、元気だぞ、どれだけ吠えても飽きないぞ。ちょっとやめて。ワン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 。ドア開かない。ねえ、開けてよ。ここ開けてって。僕らは犬だぞ、元気だぞ。君は元気か？不健康。やだ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 。窓から。27秒沈黙。ワン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 ワワワン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 。以下、カメラからの映像と音声に変化はなく、バッテリーが切れたと思われる4時間後まで続いた。捕捉1件、市郊外の犬専門大型ペットショップ跡地に配置していた職員は、B42671 および SCP-70JP-2 の出現を確認できなかった。補足に、音声記録を調査したところ、SCP-70JP-2 の出現以前から観測されていた歌声に、B32414 のものと思われる男性の声が加わっていることが判明した。